はい、皆さんこんにちは、ワナリグルイジです。では今回は提督の決断法をパプキと空母なし縛り続けていきましょう。本当はインド洋まで進出したいねという思いがあるんですが、インド洋に艦隊を進める余裕が現状マラッカに入っている戦力ではないと、いうこともあるので、まずはですね、ここをなんとか死守するというのを前提に、戦力を太平洋へと振り向けていきます。この先なんですが、油鉄欲しいのでセレベス海、ジャワ、この辺りを攻略しながら、トラック沖、マリアナ沖、さらに小笠原沖、この辺りで敵艦隊を待ち受けます。でそのためにまずこの第5艦隊は小笠原沖から動かせないので、この第13艦隊をですね、一旦マリアナ沖に動かしましょう。でマリアナ沖はもう逃げて逃げて逃げまくるというね、そういう戦略になるんですが、まずですね、ここに航空機、大増強をかけましょう。97の引く手、いやーこれだったら96式の立候だな、これを37、96式の立候を99式の艦爆に変えよう。すべてそうすると96式の立候がさらに5機増強できますね。で直縁機を増やす96式の艦船、いやー96式の艦船微妙なんだよな。今欲しいのは1式の立候、まず急な飛空艇の数を増やして敵の早期発見に努めるというのでしょう。救急式の艦爆、これ数足りてないよね。96式の艦船、これ護衛機の数増やしましょう。で直縁機の数も増やしますと、まあ、これが精一杯かな。今マリアナに攻められるとかなりしんどい。枢軸軍北海よりもさ、インド洋に攻め込んでほしいよ。早漏型、さらに2隻増強完了してますね。さあマラッカ攻略して1万9000円入りました。いやみんなさ、どん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 昇進していってもらわないと。次はセレベス海。そうなのよ、セレベス海なんですよ。さてセレベス海攻略するその艦隊レイテ、どこまで艦隊進んでる？おっと、その前にいつもの忘れないうちにやっていきましょう。兵器開発は中型のディーゼル機関3000投入します。今お金はもううはうは潤沢にあるので使っていきましょう。で物資援助は鉄、いやー鉄は今上げられない。むしろいつの間にかドイツさん石油不足になってるじゃないですかという状態ですね。ジャワ島に入れてインド洋にも入れます。マーシャル、中部太平洋、このあたりにも送り込みましょう。でだ、まずは最優先で輸送船5隻だけ。さらに鉄がなくなったか。でもマラッカに輸送船入れないのはバカなんで、これはないでしょ。で、レイテに艦隊が集結したね。OK だ。そしたら、南シナにいる、第16艦隊、まだ勝破？いやー、もうこれは我慢できない。いや、我慢しよう。貴重な戦力じゃん。やめよう。じゃあ、第3艦隊、第4艦隊、第6、いやー、これ第3、第4にそれぞれ、第7艦隊の戦力を増強しよう。で、そうすると、ここ、レイテから、続いてセレベスに攻め込んだときは、このレイテは最前線ではなくなるので、全艦隊出動させましょう。で、提督、座礁させていきますが、
一通りすべて載ってますね。絹笠に誰か載せる？結構艦隊落とされたからね。宇垣さん載せましょう。宇垣さん少々になってるね。今ちらりと見ましたけど、これよく見るとさ、第六艦隊ってあれじゃん、早漏型じゃないか。よく見たら、よく戻ってきてくれた早漏型。早漏型、じゃあタモンさん乗せましょう。早漏型にはね、いやこれはなんかすごく楽しみだな。さらに原さん、この早漏型戦艦が、いや早漏型の艦隊がうまく機能しないと、すべてのその今まで積み上げてきた戦略が崩れる。それだけは絶対にあってはならないですね。早漏型の駆逐艦高速水雷戦隊、これをうまく運用できるかどうかが、まあこの攻略にすべてかかっているかなと思います。南シナは今第14艦隊これ入ってますけど、これを一旦マラッカ海峡まで進出させましょう。潜水艦隊で防衛です。でだ、もう一度確認します。第13、第14、第3、第4、第6艦隊に第15艦隊、第15艦隊もこの先に備えて、トラック沖に進出させよう。では第3、第4、第6、これでセレベス海へ進入します。セレベス、ジャワ、ここまではあっさり攻略するのが絶対条件ですね。でそれらの戦力をトラック沖に集中させ、修理とかね、した後に、ラバウルへ突入です。あ、そうか、金に余裕があるんで、今のうちに、ちょっとあれだな、航空機作りましょう。一式の立候、これを、60機。あとは戦闘機でね、艦上の戦闘機である必要はないんですが、艦上の戦闘機以外ないのか。ただ、一式の立候むちゃくちゃあれだね、能力高いね。なので、マリアナ沖に一式の立候増強だ。で、97式の艦爆でしょ。96式の立候は、だからこの後、できた、マラッカ、シンガポールに配備だ。それで行きましょう。よし、セレベス。まずここをしっかり取ろう。戦力比較は、敵の艦隊。イギリスの第6艦隊が入ってますね。おー、ここはただ、傷ついた艦隊たちじゃないか。まずは、フッド。イギリス第6艦隊の旗艦、巡洋戦艦ですね。大破中です。これ沈めよう。まあ先の大戦、第一次世界大戦直後に襲撃ってなってますからね。さらにインバルシブ駆逐艦ハンター、逆にハントしてやろうという感じかな。ここからは全部駆逐艦ですね。左官クラスが乗ってました。これはしっかり仕留めよう。味方は第3艦隊、まあ、駿河香川をはじめとした戦艦5隻、さらに巡洋戦艦トネはじめ、絹笠、この辺りまでが巡洋艦です。さらには駆逐艦も入っていますね。で第4艦隊も同じく戦艦部隊で、特に期待しているのがこの第6艦隊ですね。高速の水雷戦専用艦早漏、これに期待しましょう。では始めていきます。敵の飛行場の位置を鑑みて、第3艦隊、第4艦隊として自らは第6艦隊を引きます。時間が惜しいので夜明けとともに出撃しましょう。
さあ高速の水雷戦のその力を見せよう今こそ、思ったけどあっさり終わっちゃったな。さあそしたらこっから先はもう敵の飛行場を攻略するだけですね。まああんまり出番なかったかな、この第6艦隊。まあないに越したことはないんですけどね、出番がないに越したことはないんですが、沈まないでよ、大破まではいいけど、戦艦もさ。ちょっと何が問題今。なんかあまりよろしくない操作状態だね。こっちの艦隊何が起きてんの、問題がわからない。くそー、一個あれがやられてたんだね、火事というか機関が。まあ、ちょっとダメージ出たけど沈没艦はないよね。 OK だ、沈没艦がないならそれで OK としましょう。いや鉄がなさすぎるマジで。そしたらセレベスに入っている艦隊をちょっと整理しましょう。まずはとはいえいつものをやります。いやマラッカ結構きつかったからな。第2艦隊が事実上大ダメージを受けて使い物にならなくなってる。第4艦隊も結構ヤバめだね。ただここも押し切らないとさダメなのよね。なんで傷ついた戦艦部隊を一旦排除。
いやー、こんだけ排除するとさ、第6艦隊もう使い物にならないね。第7艦隊は、トラック沖に移動してここで修復だな。火力がちょっときついわ、本当に。ジャワ。まあ、敵の艦隊が出てきた場合はね、この第6艦隊が今度こそ火を吹いてくれるんじゃないかという期待感はあるんですけど、まずこの第3艦隊で戦艦がね、加賀、土佐、春菜と3隻になってしまって、第4艦隊と第6艦隊に関して言うと、まあ、攻撃戦はほぼできない艦隊なので、まあでも、ここはゴリ押ししましょうか。今だとゴリ押しするしかないので、なんとかゴリゴリ押していくしかないかな。ここで待っててもしょうがないもんね。だってあとはジャワにどんだけ飛行場があるかですね。いやー、本当にここに輸送船配備したい。鉄がなさすぎてしばらく何もできなさそうだな。さて、敵の飛行場がどこにあるかですね。あとは、まあ、一応この上にあるという情報はあるので、まあ、その辺りを探索しましょう。お、急行しよう。敵の味方の戦艦部隊がやられる。あ、またも活躍の場がなかった。全くなかったけど、勝ったからよしとしようっていう感じかな。いやー、イギリス軍とドイツ軍激戦繰り広げてるなー。関西対空レーダーを開発可能、航空機の開発完了、錦の飛空艇、まあ、この辺りはどうでもいいな。さあ、太平洋の、まあ、いわゆる、攻略戦にこれから移っていくんですが、まず、ジャワ沖とか、このあたりに、ちょっとどうしようもないよね。まず、ちょっと戦略マップ見ましょう。マラッカ海峡で蓋をしているので、マラッカ海峡から先に敵艦は進行させませんというのを前提に、まずは、提督を下ろしていこう。下ろすっていう操作するのちょっとめんどくさいんだね。じゃあやめよう。まずはマラッカはいいでしょ。ジャワに入っているこの3個艦隊、これをトラックに集結。第4艦隊も、いや、第4艦隊はマリアナ沖だな。で、第6艦隊、うわ、タモンさんの走路型が、タモンさんが走路って言ってるわけじゃないですよ。第6艦隊の機関、タモンさんが乗ってるソロ型の一番艦が残念ながら大破してるんで、これもトラック置きで修復だな。トラック置きってね、でもあんまり大きくないんですよね、ドックが。だから時間はかかると思うんですが、それ以前に鉄がないみたい。まあ、あまり関係ないですね。で、南シナ海に入っている、まだ終わりはこの状態なの、ひどいもんないか。もうこれもトラック置きに移そう。でもで、小笠原沖はどうなってるかというと、小笠原沖は第5と第12の艦隊が入ってるんで、これでまあ守りきれるでしょう、十分に。マリアナは戦力不足なので増強を図っていかなきゃいけないねっていう話をしました。
第3、第4頭というところかな。ちょっと鉄がなさすぎてやばいな。どうやってこの鉄不足解消するか。鉄をくれと言いたい。鉄をくれと。この後はソロモンからオーストラリア行ってってところかな。で、アメリカ軍の攻撃は一旦小笠原、マリアナで受け止めます。で、トラックには戦力を集中して先にオーストラリアまで進行しましょう。いやーしんどいね。アラビア海までさっさとさ、ドイツ軍は進行した方がいいと思うけどね。国情報見ましょう。日本ですが、鉄の収入予想が4000まで来てるんで、まあ悪くはないですよね。いや、ただし、これさらにね、ちゃんと輸送船さえ入ってくれば、もっともっと動かせるんで、そこがちょっともったいないかな。ちなみにヤマトはどこにいる？ヤマト。第8艦隊は？ああ、まだここか。第8艦隊もトラックに移動しよう。んで、新建成。おお、いっぱいいっぱいか。じゃあ、しょうがないな。第8、第6艦隊に編成で、ソロ型を入れて運んでいきます。マラッカ海峡に次のターンで、飛行場が1個立ちますんで、トラック置き。ここってさ、飛行場増強できないの？いや、できるね。トラック置き3つ飛行場ある、すでに。マリアナ沖は？小笠原沖は？小笠原は飛行場建設不可か。マリアナ、確認しましょう。マリアナ、もう一個飛行場建てる？金あるし。しばらくは、この、小笠原マリアナは防衛一辺倒で、ラバウル、ソロモン、オーストラリアと攻めて、南太平洋まで行ったら、ここで初めてハワイ攻略への道筋が立ってくるので、まずは、今、もう一度繰り返します。トラック沖から、ラバウル、ソロモン、オーストラリア。で、そっから、サンゴ海を経て南太平洋、ハワイ攻略の足がかりを作ります。その時点でマリアナ、小笠原からも、今度は中部太平洋ミッドウェイを経てハワイ攻略を見据えるというところですね。なので、マラッカ海峡に入っている戦力に関して言うとどうなんだろう。飛行場もう一つ建てましょう。まずは。マラッカ海峡にも。で、マラッカ海峡には、潜水艦隊で防衛を果たすというのがいいかな。この第14艦隊で守りきりますというとこですね。では、ちょっと短めですが、切りがいいので一旦今回はここまでにして、次回以降はトラック沖からオーストラリア攻略を始めていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。